それで、あ、そうだ。で、初めての世界選手権で緊張しました？そうですね、初戦はちょっとなんか自分じゃない感じで緊張しちゃったんですけど、あとは、はい、もうなんかあっという間に試合がもう来たので、なんかあっという間でしたね。アゼルバイジャン戦を振り返ってみてください。そうですね、やっぱ自分の悪い癖が最後出てしまって、いつもラスト何秒とかで負けることが多いので、その悪い癖が出ちゃったのがちょっと良くなかったのと、あと1ラウンド目ちょっとやられすぎましたね。ラスト何秒は何を今日は考えて、いやもう本当守ろうと思っちゃったんで、それが良くなかったので、最後ですね、やっぱ攻める気持ちっていうのは大事だなってまた改めて思いました。今率直な気持ちとしてね、いや、嬉しいです。